は先輩が好き。しかしその圧倒的な天然力で未だ先輩の結婚に気づいていない。ねえねえおよね、なに、かなめちゃん、好きな人と一緒に生活するのってどんな気持ち？我が姉ながら、これだけダダ漏れで隠せていると思っているのがすごい。あやさん、今回部屋を貸してくれてありがとう。いやいや、こちらこそ、でも大変だったね、火事なんて。いや、びっくりしたよ。でも僕ら以外にも怪我人がいなくてよかったよ。まさくんにも怪我がなくてよかったわ。好きな人の左手の薬指に指輪があってなんで気づかないの？つうかさ、気づくよね。なんなの、天然ってそんなにスルースキルが高いの？そういえば、ナルのご両親に会いに行ってたんだって。え、うん、親がどうしても司ちゃんを紹介しろって言うから。親に紹介。ナサ君と司ちゃんは名字が妹とかじゃなかったけど、両親司ちゃんに当たりして両親に紹介すべき名字が同じ女の子は。おお、これで気づくか。まあ親孝行って大事よね。うん、まあ確かに親孝行かな。うんうん、親孝行って大事。怖い、我が姉ながらこの天然はホラーの領域だわ。いい子でしょ。ええ、さすがナサ君のお嫁さんになるだけの子ね。お嫁さん？そりゃそうでしょ。だって二人は結婚してるんだから。天然と無神経が。いいえ、私の初恋があっという間に終わりました。初めて彼を知ったのは10歳の時。クラスの誰もわからないような難しい問題をスラスラ解いていった。なんて頭のいい人なんだろう、そう思ったのを覚えている。そして、はいはい、そんな回想もういいから。なんだかんだであやちゃんは失恋しました。なので髪を切るなり海外留学するなりして自分でサクッとその傷を癒してください。なお渡航費用は自分で出してね。ガサツなやつしかいなくて。いや、こちらこそ。